はい、どうもこんにちは、マツケンコスタです。アンガラーズエリアフックさんで平日の大会に出てきました。カント先生と一緒に出てきました。はいよ、お疲れ様でした。お疲れ様です。で、今アフター中なんですけど、はい、どうやら、はい、マツケンを見ていただいてる方たちがいらっしゃって。マジで、はい、この数少ないマツケンファンの。いやいや、そんなことないですよ。で、実際に今日僕も対戦して負けちゃったんですよ。あら、まあでもさ、それだけね、凄腕の方々が来てくれてるということで、はい、じゃあ、はい、紹介していきましょう。はい、こちらの方です。どうもこんにちは。こんにちは、デップと。デップ、デップ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日ね、デップさんに僕負けて、でもデップさん今日大会3位で、おはようございます。担当先生は優勝、ありがとうございます。で、ゼップさんは過去の、そうですね、大善寺の巻き巻き大会で77回の時に優勝してます。おもうすごくいい人、いい方たちで、はい、さっきおごってもらっちゃいました。ごちそうです。ごちそうです。ホームエリアちなみに教えてもらっていいですか。ホームエリアは、ジョイバレーで。おお、あのジョイバレーですね。ホームです。ホームであり聖地でもある名門、名門、名門。はい、あ、じゃあ東大生ですね。これは強敵ですね。強敵ですね。じゃあ今日はマスケンチームということで、カント先生とコースター、はい、ゼップさんとデップさんの、ゼップ22で15分2ローテでやっていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ではバトルスタート。作戦はどうしますか。作戦はね、試合中も連れてたことやる、はい、これぐらい、治安の時よりだいぶ光量が弱くなってきてるんで、UV の面積が広いとか、蛍光色のちょっと強め、派手めのカラーにシフトしていった方がきっと反応がいいんじゃないかと。レーダーが、全然Kピンとかでもいいと思う。わかりました、その辺ちょっと頑張ります。その辺で作りましょう。はい、お願いします。はい、お願いします。はい、じゃあデップさん、今日作戦なんですけど、そう作戦をなんか説明しましょうっていう。あ、なるほど。なんですけど、クランク巻いて、で、まあ、楽しようっていう感じ。楽しちゃいます。じゃあ僕はスプーンで巻きますんで大丈夫ですか。じゃあ巻いて、じゃあ役割分担していくような感じで。了解です。分かりました。じゃあ、おのおの行きましょう。はい、よーい、スタート。あ、やばい。 OK、 はい、 OK、 はい、 OK、 OK、オッケー、オッケー、三一？三一かな。はい、オッケー、四。四。はい、オッケー、五？五。あ、遠かった。ありがとうございます。あざます。六？六。うわ、超足。残存？残存だね。ちょっといいサイズ。ちょっといいサイズ。よっしゃ。おお、マジやるね。いい判断。いや、フロンティアじゃないですよ。うわーっと。9-1、はい、終わりでーす。終わりか。いや、今日やっぱ関東先生なんか力強い。でしょ。場所乗り。スタートでーす。いった。オッケー、はい、オッケー、はい、13-3、はい、14-4、終了。いやいやいや、これはこれは大丈夫です。取ってますんで、ゆっくりゆっくり取ってください。はい、オッケー。はい、お疲れ様でーす。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。結果は14-5でチームマツケン勝利。
疲れ様です。ボコボコでしたね。お疲れ様でした。いやいやちょっとね前半ねあの本当に決勝と同じようなパターンで容赦なく端っこの魚を俺が抜いたんでちょっとあの頑張りすぎましたね。さすがでした。あれこうで後半はね後半はあのコスタ氏のねみんな炸裂して、GJ が今日も良かったなと。あんなドラグあのガーってプレッシャーかかるドラグ久しぶりに来ましたね。でもなんか今日はなんか関東先生、はい、なんか聞きまくってた色があるって。ちなみにチナ何でしょう。チナこちらのね、まあ、試合中はこのカカポっていう、はい、これは私が考案したからなんですけども、はい、ほぼこれベリーズのこれだけでした、ね。で今アフターだとちょっと香料も落ちてきたんでこのゲーハーシーっていう裏面がね、はい、こんな感じの色なんですけど。メタですね。はい、エロいですよ。そうなのでちょっと今回ねあのマスケンチーム勝利させていただきましたのでちょっとゼップとデップのお二人にはこれから群馬県のお土産として、はい、釣り具を使う伊勢崎店さんで、まあ、こちらのカラーをお土産に持ち帰っていただくということで、はい、じゃあ、はい、これこの後伊勢崎店に行って、はい、写真を買い物していてください。写真をお土産買わせていただきます。お買い物していてください。参りました。ありがとうございます。いやでも本当釣れましたよね。いやよかったです。ほぼこれだった、ほぼこれだった。でもこうやって僕たちのチャンネルを見ていただいて、いや本当に、ね、対戦していただき、本当にありがとうございました。またよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、ありがとうございます。